ラジオネームラッパーザキバチョさん、皆さんは深川さんにああだこうだ言ってますが、うん、深川さんはすごい音楽家なんです。あ、やっぱ特に恋ロマンティックという曲を聴けばその凄さは分かります、うん、出だしのクソイントロから始まりサビは何行目だ何行目かな休憩じゃなかったかな読み間違いじゃない読み間違うんだ、ね、恋ロマンティックという曲を聴けばその凄さ分かります、はい、そうでしょ出だしのクソイントロなんだなんだなんか情緒不安定になったのサビは聞きたくもないクソサビで最後の終わり方もクソという本当にクソ曲です。皆さんもぜひこの曲を違法ダウンロードして違法を推奨するなよ。ええファミレスじゃないんだぞこれ。電波で違法を推奨するなよ。誰が選んでんのこれ。だからこのシステム変えろ。プリントアウトからここにたどり着くまでの流通システムを変えろ。支持者いるじゃない。いや本当に。でもう一個言うとな、恋ロマンティックってこれバーバルさん、 M フローのバーバルさんってやったやつなんだ。そういう人を巻き込むやつやめてくれよ。俺単体のはいいけど、いくらでもいい。俺単体のはいくら何してもいい。いや、バーバルさんはそりゃもう他のいっぱいありますから。お前が絡むとそうなるんだよ。おかしいな。カレーライスみたいなもんだからね。途中までいいやつだったんだけどな。そうっすね。バーバルさんは白米だから。お前がクソだったんだよ。カレー食わなかったら。カレー業界にもお前カレー業界に一悶着あるか。お前カレー業界に一悶着ねえわ。お前をバッシングしてるだけなんだよ。カレー業界お前敵、まあ、お前チャーハンの次狙ってた人に。お前チャーハン止まりだぞお前。俺がカレーのチームやってるからな。チャーハンにはお前に譲るけど。やめるわけねえだろ。お前みたいな何にも食わねえに仙人みたいな人が食ってるよ。海ブードを食ってるよ。ああ面白い。これさっき の、 あのエンジェルあげとこう。おお、ああ面白い。